おはようございます。画家の木曽です。絵描きという仕事をしてまして、こういう展覧会とか個展をやったりですね、美術館で個展やったりとか、まあ、あの画廊等で個展とかをしながら生きていってるという珍しい人種でございます。今日の動画ですね、ひまわり畑、夏ももう終わりに差し掛かっているかと思いますけども、まだ夏まだ終わりじゃないかな、暑いかな、残暑厳しいですけども、あ、こういう写真撮ったわとか、あ、こういうの描いてみたかった、あ、概要欄の方にね写真載せておきましょうか。ぜひぜひこちらのですね、うわー大変ねーっていう感じですか、どうですか。でもね、そんな時間かかってないですよ。で、すごくこう分かりやすく指先の方までこう乗せておりますので、あ、こういう風に、でひまわりのこういうね、こういうところなんかもどうやって描いてんのかなとかっていうのも丁寧にお見せしてますので、最後まで楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。マスキングテープ貼っております。マスキングテープですね、キャンソン紙、キャンソンボードというものを使って描いていっております。ひまわりが描けるという動画を上げたんですけども、やっぱひまわり畑描いてみたい、でも大変よねということを声が一切まあ聞こえてはきてませんが、そういう皆さんの心の声を読み取って畑も描いてみようかなと思いました。佐賀の佐賀市のひょうたん島公園というとこ、まあくそ暑くて、まあそちらの動画もよかったらご覧いただければと思いますけども、それの応用編という感じです。でもまあ言うても僕からすれば初級編から、いやこんなんで絶対初級じゃないわというあのツッコミが今聞こえてきましたよ。おじさん、皆さんが言うてることも読み取れますからね。ということで、生の黄色パーマネントイエローというので、ちょん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 と、もうほんと一色単色で書いてってます。右の方ちょっと暗くなってますけどもね、かなりビビッドな黄色を置いていってます。ピンピン、なんでもいいんですよ。あの黄色、私はやっぱカドミウムイエローの方が合うわとか、オレオリンのが合うわとか、なんでもいいと思います。あのその人に任せます。でなるべく混色しない方が僕はいいんちゃうかということを、そちらの方のひまわりが描ける方、初めに上げた動画の方で言ってますけども、それの応用編ですね。で右の方はこう水のこうね、結構水をね、だからこうね、これぐらい水厚く塗っといたら乾かないから、まあ、偶然とかを活かせるということなんですね。でジャバジャバジャバと上の方はもう黄色を、ほぼ黄色を全面にベタッと塗る。でも少し塗り残しといて、隙間隙間から見える葉っぱみたいなのも描いてあげようかなと。丸描いてちょんちょんちょんっていう感じですね。丸描いてちょんちょんちょんとかっていう感じ。お、100円ショップの筆をまだ使うか。まあ、鉛筆の線なんかもっと薄くでもよかったかもしれないですけど、まあ、結構本気に途中からなってきておもろいなと思ってですね、こんな書くのが面白いの、この人頭おかしいんちゃうかっていう声が今聞こえてきましたよ。そこの奥さん、あなたが言うたの聞こえましたよ。普通のおじさんですよっていう感じ。あ、ちょっとほら、ちょっとねこれね、下の方に少し、下の方、要は影になってる方に、緑色ちょんちょんちょんと、完璧に下というわけじゃないですけど、なんとなく下の方を中心に置いていって、そして葉っぱを描いていってます。お、葉っぱ描き出しましたよ。お、葉っぱも描き出しました。まだ乾いてないうちに行きます。まあその辺はなんかにじんだり、してもええかなっていう感じがしますので、横の色と合わさってたりとかしてもええかなっていう感じで描いていってます。わー綺麗ねーってね。もうこれ本当にこの黄緑色です。ちょうどど真ん中ぐらいにある黄緑色です。何言える、グリーンか知りません。こんな色を買ったらいいんじゃないですか。まあ緑もなんかこれ、僕やっぱ森とか描くから緑系が多いですよね。パレットの右の方にはちょっと暖色系みたいなのが多いですけど、左の方は寒色系とかが多いので、そういうわけでもないか。まあなんか青から緑からとか茶色からとかかな。まあ、大体パレット、ああいう風にこう色の並び作っておいた方がいいと思いますよ。で、大体まだ単色で描いていきながら、ちょっとこう黄色も少し混ざりながらという感じですね。で、今やってる作業っていうのはですね、明るい葉っぱ。青描いてます。明るい葉っぱ。乾くともっと明るくなりますので、とりあえずまず実は明るい葉っぱを描いていってます。まあ、ベターと全面塗ってもよかったんですけども、まあまあまあ、とりあえず行こうかなということで、なんとなく形が、これでも本当に、下の方葉っぱとか、真面目にこう下書き書いてないですよ。本当に5分ぐらいで、5分もかかってないかな、で書いてます。これトータルで1時間ジャストで書いてますので、あ、これぐらいライブ配信できるなと。まあおしゃべりしちゃうんでね、おじさんの悪い癖、おしゃべりが好きやからね、そのためにライブ配信やってるんですけどね。まあ黄色と緑が混ざり合ったぐらいの感じで、乾かんうちにピュッピュッピュッと茎の部分書いたり、葉っぱの明るい葉っぱを書いたりとかっていう感じ で、それもやっぱりこうね、
単色でベタっと塗るんじゃなくて、黄色みがかってるとか緑みがかってるみたいな感じでちょっとずつ色を変えてます。でもまあそんなに大きくはね、だいたい、そしてほらちょっと濃いめのジューと置きました。あ、これもまあ一応なんとなくこう隙間のところでも乾いてへんから混ざり合ったり、こう葉っぱに落ちた影とかね、なんかそんな感じで書いていってます。でなんかこう茎とかも、でなんかこう偶然的な感じで、こうこの辺が難しいですね。この辺がセンシティビティを感じるね、やっぱりこう熟練の技というか、おじさんだからというかですね、長いこと絵描いてきたからというかですね、まあそういうところが生かされているのか否か分かりませんが、ちょっとこう、モノクローム系のグリーンみたいなやつを塗りながら、そうするとちょっと分離色的になってるところも見えますよね。そういうのも面白いかなと思います。うわー、お兄ちゃんが来ましたね。お兄ちゃんが iPad、 ありがとう、 iPad を持ってきてくれました。はい、閉めてください。ありがとうございました。おー、まあ、扉には鍵がないので、気をつっかえ棒としているんですが、それも強行突破してきやがりましたね。まあいいです。はい。まあ私の YouTube あるあるなので、気にしないでください。でもお兄ちゃんね、もうすぐ出てきましたよ。びっくりしました。iPad を、持ってきてくれただけで、はい、パッパって言って渡しました。今、9時ジャストなんですが、9時半ぐらいにクワガタを取りに。今日は今、録画して、録音してるのは、山の日ということで、山に行こうかなと思ってます。それでも暑いやろな。まあクワガタさんが結構こう臨終されて天に召され、あ、ドライヤーで乾かしてます。このぐらいでドライヤーで一回乾かしてみてください。カチッと乾かして、ドライヤーじゃなくてもいいんですよ。あのほったらかして、お昼ご飯食べ行こうでも、お昼作るわでも、あの洗濯物干そうかなとか、洗濯物干してる間だけやったら乾かんかもしれませんけどね。昼のワイドショー、ワイドスクランブル見ようかな。ワイドスクランブル、ね、何やったっけ、わかりませんが適当にも喋ってますよ。そしてちょっと隙間のところも濡らしながら、まあちょっとぐらいかぶってもいいから、なんかこう隙間のところ全体にまあちょっと緑色を一回置いてみようかなという感じで置いてってます。まあちょっと白が塗り残ってしまっていたりするんですけども、あのひまわりのなんていうか真ん中の茶色いところはまだ描かず、ひまわりももう黄色、塗らない、もう必死のパッチコイってその塗らないで、でまあ隙間のところにちょっと水を多めのなんか黄緑色みたいなのをやーっと置いていっています。黄色塗らないよ、頑張ってくださいね。そこ我慢よ、我慢してくださいね。いやー、なんかこんなねえ、これまあコミュニティ欄に写真載せておこうと思いますけども、動画公開された時に載ってなかったらすぐコメントください。あ、忘れてたって言いますから、はい、よろしくお願いいたしますね。これ皆さん書いてみたらいかがですか。なんか一歩一歩書くの大変と思っても、なんとなくね、まず雰囲気で書いといてね、雰囲気で書いといて、この辺かな、あの辺かなみたいな感じで、それで隙間のところに塗っていってます。ちょっとお兄ちゃんが最近お兄ちゃんになってきてね、なんかね、これ録画してる8月11日で、ね、10日昨日幼稚園にいつも生きてねーブーブーギャーって言うんですけど、昨日ね幼稚園行くって言うたんですよ。びっくりして、もう妻と二人でもうポカーンと口開いて唖然として、ちょっとうるっとしたんですよね。でもまたこれでまたお盆休みに入ってしまって、またそういうね、行きたくない病がまた発病するんだと思うんですけど、そういうことなんですよね。ちょっとお兄ちゃんになってきとるんですよね、という感じでペタペタペタとこう塗って、とりあえず全面に、まあ、葉っぱのハイライトとか、まあ、白じゃないので、あ、そしてこの要は種のとこっていうんですか、なんですか、ところを描いていきます。結構濃いの一発塗ったろうと、バーンと塗ったらちょっと茶色ですね、茶色、これはもうロアンバーみたいな色かな、バンダイキブラウンみたいな色かな、ちょっと塗ってみたら濃すぎたなっていうことで、今これこう筆の先の水透けを全部取って、ちょっと、ま、拭き取りました。でちょっとこうバーンとシェンナみたいな、ちょっと茶色みたいな色を、茶色っていうかね、赤みがかった茶色とでも言いましょうか、そういうのを塗っていってます。ぴょん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 とね、塗っていってます。まだこう黄緑色乾いてへんのですけども、黄色のところはね絵の具塗ってないので、一層です、今一層ね。だからこうポン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 と塗っていって、うわー大変ね。でやっぱりこう奥に行けば行くほど丸っこはちっちゃくなっていくんですよとかね、水平に近づくとてん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 って増えていきますよとかね、透視図法的にね。で奥のとこなんか街並みやったんですけども、空にしました、ピャッとね。もうちょっと適当でいいと思います、その辺はね。やっぱりこう街並み描かな描かなと思うよりも、この黄色に対して比較して、やっぱこの黄色にちょっとブルーがあった方がいいかな、あとあと
でそこのとこタイムラプス上で出てくるんですけども、ちょっとだけタイムラプスというのを使ってます。あんまり長いとね、おっさんの話うざいでしょ。ぜひね、おうちラジオにしてほしいなと思うんで、意外と僕の動画だらだら長い方が視聴回数伸びるという謎の現象は起きてるんですけど、まあいいか。こういう風にね、初心者向けの動画もどんどん作ってね、水彩、透明水彩とか一番お手軽ですもんね。でほら、点々って一番奥はこのぐらいかな、点々点々点々点点点、そしてまた前の方も書きつつ、中間ぐらい書いていきつつみたいな感じで書いていってます。こうやって見るとなんとなく、わ、下の方葉っぱっぽく見えてきたなって感じしませんか。まあ、僕また人に言わす病っていうのがあるんでね、見えてきません。もうほとんどこうなんか脅迫みたいな感じですよね。見えてきたでしょ、どうですかっていうね、脅迫みたいな感じですけども、おちょん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 、100円ショップの筆、頑張れ頑張れ、3本セットで100円でした。ダイソーさん、またこれ変わってこう、意外と書きやすくて驚きました。まあいろいろ、やっぱいい筆はいい筆で、やっぱまた使うとめっちゃ使いやすいとかなるんですけどね。はい、すみません。11時頃雨の見込みって出てますね。すみません、 Google の今あれが来て、今日ちょっと遊び行こう思ってんのに、どうしようかなって今ふと思いました。山の方確かにちょっと曇ってますね。あ、ドライヤーで乾かしてます。はい、全然関係ない話が入ってきてすみません。今年の夏も暑いですね。暑も夏いでございますよね。本当に皆さんどうですか。今年もなぜか日焼けしましたけども、本当に暑い夏ですね。夏と冬どちらが好きですか。どっちが好きかな。でも子供おるからか、夏案外ね、もう遊ぼうと決めてなんか遊んでますよね。海外の人なんかもうね、徹底的に夏なんかもうバカンスやとか、いいですよね。海外の人ってなんかもうなんか遊ぶために仕事してるっていう感覚が強いですよね。なんか日本人はもうどうしても仕事っていうのはやっぱもう仕事が大事やっていう感じありますけど、僕も若干そういうのみそになってきたんちゃうかなと。遊ぶために仕事してるというかね、そういう風になってきた方がいいなというふうに思います。ちゃん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 と、あ、こう、そう、すみません、突然こう隙間書き出しましたよね。どうですか、隙間書いてますよ。え、何これ、何書いてあんの。葉っぱがあるよとか、茎あるよと、まあ考えながらちゃんとこの写真やら何やらを見て、リズムを見ながら、塗り残すこの緑も、もう黄色やっぱり書かないですよ。黄色のとこに絵の具置かないね。もうこう徹底してますよ。で、隙間産業を今行う。ちょっと手がずれてます、手とね、左と右、ごめんなさいね。で、隙間のとこ書いてて、こんな感じ。濃い色もぴょんと置いてみたりとか、わー、濃い色ぴょんぴょんと、こう隙間産業をやっていってるわけですよね。隙間産業ですよね。ちょん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 。なんかもう、ご高齢の方とかの、ご自宅とかのお庭とかの、ね、雑草とか、木とか、ああいうの僕切りたいんよな。隙間産業で思い出したんですけどね。なんか僕は本当にあれ、時給300円ぐらいで やりたいなぐらいの、僕好きなんですよね。キーキンのボンボン切るの好きで。はい、隙間産業の話でございました。今そういうこう事業やったらね、まあ時給300円やったらちょっとね、あれなんですけどね。ちゃん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 と言っててます。じゃん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 。ね、ここの段階もこう見ていただいたら分かる通り、同じ色ずっとやるんじゃなくて、青みがかってるとか、黄緑がかってるとか、ちょっと水が多めとか、そうじゃない絵の具多めと、タイムラプスでございます。ちゃ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 。まあこれ15分ぐらいかな。あ、今青塗りました。そらね、ほら、だいぶ印象変わったでしょ。青ポッと塗ると、この黄色がね、暖色と寒色みたいな関係が。で、その中にもこう、葉っぱの中にもちょっと青みがかったの入れとこうかな。ちょっとこう、響かし合うというかですね。ね、ベースをこういう風に置いて、隙間ちょ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 、わ、早いわ、もう高橋名人みたいわって感じでしょ。ペペペペペペって、高橋名人っていたんですよね。私の視聴者はね、まあ、若い人ばっかりなんで、昔のゲームのおじさんですね。あ、そしてこれ、ようやく黄色の中に若干こう書くところ、ほんの少しですけど書きました。あ、もう終わってしまう。なんかめっちゃ雑談多くなってしまった。こんな感じで書いていきました。まあ引きで見ると、アップで見ると何が何やら分かりませんけどね。虫が歩いたみたいな、なんかニュニュニュルって感じかもしれませんけども、虫が歩いたような雰囲気かもしれませんが、アップで見ると、あ、なんかその雰囲気になるぞっていう感じになりますのでね、よかったらね、最後まで。これ最後もう一回ね、実はね、もう一あがきしだすんですね。この辺でも終わりにしようかな。まあ、時間切れというかですね、この日は、8月10日やったかな。午後にちょっとなんか家にテレビの取材入るみたいなこと言ってたから、この辺で終わらんと。
となと思ったんですけど、帰った後にちょっと時間できたからちょっと書いて、ここでも終わろうと思ったんですね。でこの辺で一回マスキングテープ、サイレンとか忘れてた、やばい、サイレンあかん、やばい忘れてた、完全忘れてたということで、サイン一生懸命入れてますけども、マスキングテープを剥がして、ね、こうやっぱ黒で引き締めてる方が動画として見やすいでしょ。はい、お疲れした、パチ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 、お疲れした、なんか喋りますよ。どないでっか、こんな塩梅で完成です。ご視聴ありがとうございました。以上です。で、納得いかなかったんで、もう少し描きましたということで、またタイムラプスでビューって、もうほんと最後密度をまた15分、20分ぐらいやっただけなんですけど、いやーとやって、もう少し密度を上げて、ぐち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 ってした方がおもろいかなと思って、ぐち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 とやって、完成といたしました。だいぶ密度がね、こうやって見ると、タイムラプスで見ると密度が上がっていくの分かりますよね。まあ、ぜひぜひ皆さんチャレンジしてみてください。面白いですよ。ぜひぜひひまわり畑を描いてみるのもいいんじゃないかな。ではでは。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、楽しんでね、こういうのは書いた方がいいと思います。そんなに厳密にここに葉っぱがある、ここにとかって僕はあまりこうしませんけども、そういう風になんかこう物のこうリズムとかを掴んで描いていくと描けるようになっていきますので、物の周りを描いていくということをぜひ覚えられてみてください。これ初心者からこう中級者ぐらいに上がっていくステップの段階ではこれすごい必要だと思いますよ。それではまた、ありがとうございました。見てね。